ディアンの警察隊を発見しました。その先にはインディアンが襲われているような、彼らの姿が見られるようについてますね。彼らのような部族は一箇所に長く留まっていることは滅多にありません。取引が少なくなったり、動物があまり来なくなると、すぐに別の場所に移動してしまうんです。彼らは私たちの船を何と呼んでいるのだろうかな。煙突から煙を吹き上げるところから、火のカヌーと呼んでいます。